南部史業は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての武将。根城南部氏四代当主。南部正幸の子。もともとは、甲斐の国に所領を持っていた。南部氏の所流である、八木井南部氏を継承していた。現行三年、正教二年、新田義貞の鎌倉攻めの際、兄次長、弟正永と共に義貞の軍勢に加わって、仏訓を立てた。 五代醐天皇の兼務の申請が開始されると、南部一族も無者書など数よな役職に編成された。同年10月、陸守北畑明家に従って、五代醐天皇の御子の森長親王を奉じて、道の区国多賀城に下校した。始行は弟、正長、結城宗広、親朝親子、伊達行朝、長井定宗、伊賀定光らと共に随行し、 北畠氏を頂点とする統治機構、ちょい欧州小幕府の一員となった。市業は、ぬかの部軍の軍隊として命ぜられ、行政の干渉を担当した。ぬかの部軍は、春馬の産地であり、その軍隊に任ぜられたことは、市業が、軍馬の育成、調達の役割を任されたことを意味している。この任命は、 死行の長年の牧き経営のノウハウを生かすための人事ではないかとも推測されている。八の平りした死行は、最初は、給料主である、工藤サブロベイの館を住居としていた。間もなく、根ジ郎築城四国を拠点に活動する。最初の仕事は、二階堂高鎮に所領として与えられた、九字軍に代官を送り届けることであった。その後も、 土地の配分や違反を犯した者への処罰などに奔走した。ぬかの部に入ってさほど経たない頃、始業は根城の近くにある微社門堂に2端の土地を寄進している。鎌倉幕府は滅んだとはいえ、王羽は北条氏に属していた御家人たちが拡挙しており、未だに残党の創屈であった。七宮博士さんは微社門堂への寄進は司法を敵に囲まれ、 県安事項が山積されていた、始業がブーを祈願した、神頼みであると解釈している。県務元年になると、北条残党の名古屋次女と、足立高景が春道して、安藤一族をも急合し、大鼓次女を持ち、宿り貴城に籠城して、抵抗を続けた。始業は、秋江の四季の下、黒井の武行、工藤貞幸や、忠貞綱と共に、 北条残党の鎮圧に当たった。この年の6月、始行は、ぬかのぶで佐田綱と打ち合わせを行っている。必要な抵抗に難儀した秋家は、始行に内容による切り崩しを要請してきた。秋家の命を帯びた、始行は、工藤貞行と連携して、切り崩しに尽力し、外、浜明氏、安藤行らを味方につけることに成功、調略によって数は、 秋家川に有利となり、11月、餅、宿り基城は陥落した。始行は敵陣営の切り崩しや戦闘において、反乱の鎮圧に貢献した。翌年3月、始行は、外川浜内ちま号のもろもろの村を廃領、弟の正永にも土地が与えられた。これは、前年の餅宿り木城攻めにおける先行に対する交渉であった。堅務2年、 足利高氏が五代五天皇から離反すると、秋家は高氏を追悼するために、ノリナガ新皇と共に、道の区の地を離れた。高氏は、王宇の建成、制圧のために、芝課長を派遣しており、相馬茂種など、秋家に反感を抱く武将たちが参集した。死行は、秋家のいない道の区を守備するために、正長と共に、残留、根城郎正長に任せ、 自らは、国府多賀城を拠点として、課長や、それに呼をした、蘇賀貞光と戦った。延元元年、県務三年三月、秋家と、則長新郎が再び道の区に下校した。始行は、王愚を正長とその子の政に任せ、秋家に随行した。道の区を出発するにあたって、始行は、正長と信政に遺言を残したことが、 三、大昔話に描かれている。修行は遺言の中で、この旅の上落は厳しく、おそらく自分は内死にするだろう。しかし自分が戦場の路と消えても、悲しまず、節操を負けずに中節を完結したことを喜んで、欲しいと、正永不死に覚悟を伝えて励まし、また、自分たち南部一族が欧州に多くの土地を得られたのは、 秋キ京都帝の恩恵に良くすることができたからこそで、たとえ帝のせいに歌手があろうが、安易に節操を曲げてはならないと戒めている。延元2年、建武4年には、多賀城を北朝方に攻略されたため、道の国における南朝の拠点を、伊達軍霊山に移した。この年の8月に秋キとノ長ナがに従い、京へ向けて出発し、途中鎌倉を占領した。 延元三年、建務五年一月、南朝方は、美濃国青の原での青の原の戦いでは、北朝方を破った。しかし、同年五月二十二日の泉国石津での石津の、戦いできた朝方の小諸直の軍に敗北し、死行は、秋家と共に戦死した。根城南部氏の家督は、弟の正長が継承した。 堺市西区浜出来市図町中五町に秋江と共に、供養塔が存在する。明治29年、始業は南朝への忠義を称えられて、正五位を追贈され、明治30年には、市族とされていた、塔の南部氏の当主の南部幸吉が特使をもって、断釈を授けられた。一二三五南部高校未校時刃修業四正光次長。四七九 正幸修行シギ長ウシンコウナガツネ。五六八十三十四。ムネザネマサナガ、ノブマ十。吉本モト、ヨシユキモチトキ。七十一十二十三四十一。スケユキ、ノブナガ、マサユキ、モリユキ、リーヤス六八。ムネユキ九。スケ一二三。実長、実次 長継ありがとうございます。